はようございます。めっちゃ晴れた。衝撃の事実が発覚しまして、めちゃくちゃ暑い。おかえり。ただいま。やったー。初車中泊デビューしました。どうだった？楽しかった。楽しかった。めっちゃ居心地よかった。ね、私もなんか一緒に寝たからか、そう安心して寝落ちしてたよね。電気つけたまま寝てた。電気消してくれた。消しました。ありがとうございます。楽しかった。ありがとう。じゃあ登山口に向かいましょう。しゅ行きましょう。めっちゃ気持ちいいね。海だ、日本だ。わーすごい。海めっちゃいいね。ねー、すごいね。新潟だ。新潟だ。日本海。昨日車中泊をして、今登山口に向かっております。新潟の美味しいお米を買おうと思って見つからなくて、おむすびになりました。美味しいお肉を買ったので、お米ご飯ができるはず。柏崎市。おお、駐車場です。20台くらい止められた。登山口に着きました。今は9時15分です。結構遅くなっちゃった。朝ごはん食べる。美味しそう。おはようございます。ヤギちゃんです。今私は新潟の米山という山の登山口におります。今日は新潟でお米をめちゃくちゃ美味しく食べられる山ご飯を作ります。レッツゴー。こっちか、あっちだ。米山登山道に熊強いだ。いっぱいおしゃべりして歩こう。はい。今標高が100メートルぐらいのところでめちゃくちゃ暑いです。全部で今日は850メートルくらいを2時間かけて登って、山頂で山ご飯をして1時間半ぐらいで降りてきます。いきなり分岐。右です。急な山道とこういう道路を行ったり来たりみたいな感じの道が続きます。ここ車で来れるの？すごい暑い中頑張って登ってるんだけど、車でも来れるような雰囲気がすごくします。眩しい。日が当たるとめちゃくちゃ暑い。あー、やっと登山口だ。そういうことか。ここから大平コース2時間半です。なんか木漏れ日？木に守られてめっちゃ涼しい。どんどん行こう。歩き始めて30分。めっちゃ暑いのと虫がすごいいます。
りゃそうだよね。さっき朝海見てきてさ、そっから900メートルまで上がるんだからさ、そりゃ暑いよ。暑い、しんどい。ダメ、ご飯食いたい、ダメ食べたい。よいしょ。あ、どんぐり秋だね。よいしょ。しんどい。階段、ここ開けたね。衝撃の事実が発覚しまして、今3分の1です。あ、まだかける2があります。これかける2。マジで。頑張ろう。こっちおいで。すごい色だね。え？めっちゃ綺麗。グラデーションになってる。そう、子供のトカゲはね、こんな色なんだよ。綺麗。あ、ワンちゃんいる。ワンちゃん着きました。え、待って、すごい。綺麗。ちょっと上まで行こう。かわいい。やった。30年ぶりの登山。今日暑かったですね、スターも。そうですね。でもこんな天気良くてよかった。かわいい。何ちゃん、何くん。ももです。ももちゃん。おいでー。お、気になるね。気になるね。かわいい。めっちゃ可愛いね。賢そうな顔してますの。可愛い。よし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 。お気をつけて。可愛い。頑張って。うん、米山着きました。新潟県佐藤陽彦湖米山国定公園993メートルです。あっち届かない。あっち神社かな。わあ、すごい。わあ、海岸線がすごい綺麗。2時間ちょっとぐらい頑張って歩きました。中野ちゃん、お疲れ。お疲れでした。お疲れ。どうだった？楽しかったね。ね、うん、すごい。山頂めちゃくちゃ景色が良くて、本当気持ちいい。ねえ、立派な小屋もあって。山ご飯しよう。しよう。あ、いいね。ここ風もそよそよだよ。本当だ。見晴らしも最高じゃん。ね、この影のところでやろう。座れるし。今日のご飯を発表します。今日のご飯はじゃん、信州りんご和牛。高い高級肉を保冷剤を挟んで持ってきました。あとは蒸し野菜と豚汁、けんちん汁を作って、この塩むすびを日本で一番美味しい山ご飯に仕立て上げます。デザートは梨。
いいね。めっちゃいい香りするね。うん。すごい、なんか寄りたくなっちゃう。あ、分かった、こうすればいいんじゃない。あ、めっちゃ美味しそう。あ、でもいいんじゃないかな。あとで一緒に撮ろう、写真撮るね。これおにぎりさ、乗せよう。美味しい長野のリンゴ和牛です。落ちた。え、落ちた。え、それでもさ、やばい、やばいっていうかさ、うん、え、そのまま行く？大丈夫じゃない？え、だって椅子の上で。ワイルド。大丈夫だと思う。やったー、いただきまーす。食べちゃえ。うん。めっちゃ美味しい。梨剥いてくれた。ありがとう。うん、美味しいやつ。イエーイ。中野ちゃんが梨を切ってくれました。あ、風強っ。いただきます。うん。うん、うん。かなり風が出てきて涼しくなってきました。最近登山天気っていう新しいアプリを使ってるんだけど、登山口中腹山頂みたいな感じで標高とか地点ごとに出たりとか、1時間ごとに天気がパーって見えるようになっていて、ただの雨予報とかでも今日はね6時7時くらいから雨が降る予報です。本当は豚汁をやろうと思ったんだけど、もう3時間ぐらいいるね。なんだかんだもう3時間ぐらいいてやばいので、今日はもうこの梨を食べたら下山しようと思います。え、もう今日は下山はワープします。わー、うん。